はい皆さんおはようございます。ハイサイ教会デイビルの時間です。今日も楽しく1時間、キリストの教会の、えー、紹介をいたします。その番組です。えー、久しぶりに、えー、登場、登場かな、出演したような感じですね。はい、いつもありがとうございます。今日も楽しくユンタクしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、パーソナリティは、那覇でキリストの教会の牧師をしています、山内です。 えー、今日も相方がいます自己紹介お願いしますはいおはようございます、えー、荒垣博正ですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今日は全然色気がないあの<性>男同士いない、えー、のユンタクですね、はい、そばに変な人も座ってるけれども <laughs> あの今日から私がミキサーしながらですねユンタクしていきますので、えー、本当に本当によろしくお願いします まあ他の放送局ではねこのミキサーしながらやってるんだけどここの,あのミキサーって違うね少しえ複雑なのか嫌ななのか最新の新しいものなのか分かりませんけれどもまあなんとか司君の力を借りながらはい委託していきますよろしくお願いしますえ何の話しようかなと思ったら今日はですね えー、沖縄で、ねえー、行われました。日曜日に投開票がありました。沖縄県議会議員選挙のお話をしますけれども、えー、聖書と政治、あるいは政治家、あるいはキリスト教と政治家、政治ということで、ね、お話をしていきます。また荒垣さんは、ね、政治家でもありますので、政治家といったら あんまりいい気持ちしません。うんどういうふうに言った方がいいのかな、ね。政治。まあ、まあ、どっちでもいいんですけどね。政治家じゃないからね。政治家はちょっと気持ち悪いですね。<laughs> 政治家でいいんですよね。まあ,あ,はまたあの議員。<laughs> とまあ政治家っていうのはちょ,ちょっとあの国会議員みたいなね <laughs> 雰囲気がありますからあまりあまあちょっと私には荷が重いなというふうな <laughs>、えー、捉え方になりますけども議員でいきましょうかはい、はいえー、クリスチャンのね議員でもありますので、うん、まあ,あの本職でありますからその話をしていきますえー、一曲いきたいんだけど 今日はですねこの曲を書きたいんだけどいい、えー、中畑優里さんの「えーっとですね、今は恵みの時を聴いてください」とても素敵な歌であります。 20秒で15秒ぐらいでシェアけます <laughs> はい、えー、ではおしゃべりをしていきますこの番組は皆さんの身近でありますキリストの教会を紹介する番組ですまあ。 えー、キリスト教についてお話をすする番組であります、えー、キリスト教というのがです、ね、日本に来ても非常に長い長い時間経っています、えー、極端な言い方をしますと2000年近く、えー、おそらく23世紀にはもう,、えー、こう日本にですねキリスト教が入ったということになっています、えー、教科書で教えるのはザビエルだったっけねザビエルが えー、1500年の後半ですからね、生たというのが初,う、ね、初めて伝道、まあ、宣教師として入ったということになっていますけれども、うん、本当はもうずっとずっとそれがから遡ってね、はい、2>, 2世紀、3世紀ごろには、そらく畑一族もその頃にはいたのかな、はい、もうちょっと後かね、まあ、それぐらい非常に古いですよね、はいはい、そして織田信長の時にはですね、えー、クリスチャンがものすごい増えたそうです。えー、今は 残念ながら少ないんだけれどもそうですね昔の方がクリスチャンが多かったというのも皮肉ですね、はい、皮肉ですよね,ねで。日本人が一番知らないもう300万人いたと言われていて2000万人ぐらいの人口で300万人ぐらいいたという、ねですね、人口の約212%ですかね。おーおー 1> 今1%いるかいないかという話をされるにその頃っというのはあのアメリカもまだ建国してませんので,ですよ、ね、歴史上ではアメリカという国は存在していまたです、はい えー、それからすると日本はもともといつの間にかまあ仏教に変えられていて文者仏閣がたくさん出てきたんですけれども本当は、えー、キリスト教文化がねとても、ね、根ざしているのが、えー、日本でありますけれどもその話を置いといて今日は「政治とキリスト教」あるいは「政治と聖書」御言葉 とということで、ね、お話をしていきますけれども、はいえー、沖縄の非常に関心が高かった沖縄県議会選挙が終わりました。えー、与党、尾長知事の与党がです、ね、27議席を獲得して、えー、尾長与党安定多数と新聞に載っています。 27議席というのはまあ政治家であり議員である荒垣さんはどういうふうに議会の構成というのはいわゆる過半数という言葉がよく使われると思うんですけどね47の半分は何議席なのかということをまず計算して、はいはい、そして、基本的には与党側からの議長を出しますので議長の分はまあ数にできれば入れないで過半数を取る。 という形が取られれば、えー、多数とか安定多数という言い方をするんですね<ー>それが24になると24対24で48ですからそこから議長を出すと逆に言えば少数与党になっちゃうんですねあなるほどね、はい、でもと言いますと沖縄県議会議員の定数は48 48ですねはい、えー。関数が 24, 24でも本当に安定多数となると25は欲しいですねは<あ>、うん 議長を1人省いて25、うんうん、ということは今回27に達したわけですから絶対安定多数という形になるんですね。あ絶対がつ,きつくわけですねということは、えー、基地反対あるいは辺野,古辺,野辺野古の新基地建設反対という方々が勝利したと見ていいんですか、ねはいまあ、主張した候補者が勝利をしたと見ていいと思いますね。はい 荒、まあ、垣さん自身もね、まあ、辺野古には反対だと掲げています、まあはい、議員でもありますから、はいえー、じゃあ、今回の,あの結果は良かったということなんですかね。まあ、私の立場からする全然かったという言っていいと思いますね。でも県民多数がそれにあるいは望んだという結果の表れですか、ねまあ、あの数字の上では、まあ、過半数が、えー、その結果を望んだと。 いうふうになると思いますね、うん、今日の新聞には、こう私が思っているのは昨日の新聞ですけれども、うん、今日の新聞には確か、えー、投票率というよりも、獲得、うん、なんていうんですかね、獲得、得票総数ですか、得票,得票率、うん、得票総数は、はいはい、あ与党の方がずいぶん多かった。 ううね、ええ、まあこれはあの落選した議員さんのあの候補者も含めてこう集計していってですね、投票の総数から、総はい、はい、与党の方を支持した人と野党であるっていうふうな主張された方の候補者の数をまあ新聞の方でですね、うん、集計したと思うんですけども、その数も一つのまあ現れになると思いますね。まあこれは何をあの参考にしているかというと、次の参議院選挙に対しては一対一 まあ実質一対一の選挙になると思いますのでまあその数をあの参考にしたと思いますね。でもまあそれからすると投票した皆さんのこの一票というのはちゃんとちゃんとあの反映されているということですよね。はいまあ、反映されてほしいですね。選挙というのはあの国変わればいろいろあるらしくてですね 例えばあの今不正の問題とかあのオリンピックを控えているあのブラジルブラジルね、はい、ブラジルは実はですね投票率がものすごく高いんですよ、はい、意外でしょう、はい、79%とかね80%台に行くんですよへへ、うん、そんなになるはいなぜですかねこれはあ何か方法があるのか、ね、方法があるんですよ操実はですね,ですね投票行かないと罰金取られるんですよはあ<ー> <laughs>、うん、だからみんな あの罰金払うよよりは投投票票行行った方がいいということとこででくんですよしかし残念な結果が出るんですね。これ何かと,いうと自分が誰に投票したか覚えてる人がほとんどいないらしいですね。はい、だからそれぐらい投票に行くのが当たり前だけどももうめちゃくちゃな投票をあのやってる。だから自分が誰に投票したか覚えてない国民がかなりいるというふうに言われていますね。はい そうしますとブラジルの皆さん、頭大丈夫かね,ね大丈夫かなというふうふに思いますけど、ブラジルの方が聞いてのあて<の>、怒られるかもしれんけど、もう数十年前にね、こんな現象があったんですよ、うん、インターネットが始まった頃ですね、うん、あ,のある人気者の,あの猿がね、いて、この猿をインターネット上にアップして、ですね、うん、この猿の名前を変えて、彼に投票しよう、彼に投票しようという運動をした、あのもう皮肉ってですね、そういう運動をした。 あの方グループがあったんですよね。これはブラジル。ブラジルで。はい。そしたら、この猿にたくさんの投票がいったっていうような。<laughs> あの現象もあったんですよ。ということは投票にて、まあ、あの名前書けばいいと、うん、何でもいい。はい、はい、はい。はい。まあ、白紙でもいいんでしょうね。まあ、うん、あの、投票しました。投票し,しましたということで、ね<ー>うん。だから、そういうふうに。まあ、有効でないような結果が。もたらして、あれだけ不正を。防げないっていう。政治家の現象。 こすすんでね冒頭、政治家がいいですか、政治家がいいですか、議員がいいですかって話ありましたけど、私たちの先輩議員、特に議長とかになる方は、ですね沖縄の移民の県ですから、よくブラジルとかアルゼンチン、ペルーとかですね招待されるんですよね。何周年記念とかね、ボリビアとか招待されてよく行くんですけども、その先輩議員が帰ってきてから、土産話の中でね、名刺交換したらね、私は何々、 町何々、えー、村の議員ですって言ったら政治家と言って聞いた瞬間に相手が何というかって言って「泥棒ですか?」というふうに言われるらしいんですよね。<laughs> 政治家イコール向こうでは「泥棒」っていうレッテルが貼られてて代名詞になってるっていうもう笑えない笑えるかどうか分かりませんけどあのそういうようなねあの例え方をされるっていう、まあ、我々にとってはちょっと悲しいかもう笑ってしまそうかっていうようなね。要<は> 日本でもね、さっき出てるんじゃない、はい、なんか、東京都知事が、もうパッシングされたりですね、も <laughs> あの方、いい加減すぎるよね、でもね、<laughs> あの日本の目から見ると、日本人の目から見ると、もう超いい加減っていうんですかね、うん、でも、ブラジルもしか言ったら当たり前かもね、うん、もうそうですね、だってあの、松添さんはあれ、収支報告書、隠してないんですよね正直に、ね、報告をして,報告してるんですよね。 ただ報告しているあの数字がもうこれ正常じゃないぐらいの金額をこういったものに使っているということで今、叩かれていると思うんですけどあこの辺の基準はちょっとね海外の部分とはもう全く、えー、比較にならないような、はい、あのケースかなとは思いますけどもああの私ね、ね、えー、ちょっと話それていくんだけどわからないのが。 増田さんのまあ話になりましたあの自分の政治団体のあるいは事務所なのかな、うん、事務所を家にしてるでしょ。はい。ね、そうですかね、うんうでよ。でもあれぐらいのレベルになるといくつか自分の政治団体とか講演会というのを持ってると思いますけどね、うん、一つではなくて、うん、はい。それで家にしてなおかつ家に四十数万の家賃を払ってるって。あ いかんですね,ね例えば電気料とかさ、うん、まあ水道光熱費ぐらいはじゃあ自分の家に使って払ってくださいねでいいと思うんだけどそれを四十数万ねこの政治の資金から、まあ,あ特にあの入るっていうのはーコーヒーが入りますからね,ですよねいわゆる税金が入りますから。うん でのその辺からもおかしくなったんじゃないかねって思うんまあちょっとその感覚がずれてくると思いますね。ねところがあの昨日はまあ今日の新聞を見ますとね。うん、まあこれは概ね当たってると。まあこれは別に不正じゃないですよということを言っている、ね。うんまあ、法律的にクリアできるかどうかですね。うん、あ,あとはまあ道義的な問題。ね。倫理的なものが大きいですね。大きいよね。はい 政治家はやっぱり、うん、みんなの手本見本にならんといかんと思うよ、ねうんまあ、よくあの海外に行く時にファーストクラスで行くのかビジネスなのかエコノミーなのかっていうだけでも、まあ、庶民からするとねファーストクラスっていったら高値の花ですからそれが日常的にあの海外出張の時に使われて,てるとなると、うん、もう。 ちょっと、ね、使いすぎじゃないのっていうふうに見られますよね。まあ,あの、松添さん、どうぞお金が好きだったらブラジル行って政治家になったほうがいいかもしれません、ね、<laughs> ただ、松添さんといえばね、私たち、あの山本先生、あの <laughs> 厚生労働大臣に時代にね、大臣室まで行ってお会いしたことがありますよね、実は、ねお。お世話になりました、ねはい。もう、しっかりとあの私たちの要請を引き受けてもくださって。 あのマカビでの遺骨収集の事業をね、そうですね成功に結びついてくださったと予。予算をポンとつけてくれましたよね、ある意味、そのうんじはありま,す、ね、<laughs> ありますでもあの時あの、うん、やっぱりあのいいあの、なんていうんですかねあの、決断力のある政治家だと思いましたよ、ね、はいそうです,、ねうん、すぐ緊急雇用対策費を活用してできると思いますよということで、はい、あの指示を出してくださった。 その実績がプロミスキーパーズにとっては、大変助かった事業で、注目を集めた事業だったんですけども、東京都知事、あの時はお世話になりました、先ほどの厳しい言葉ごめんなさい。ですから、これはもう、裁くのは私たちの務めではなくて、やっぱりね、裁く期間があったり、神様に委ねてですね、真実として暴かれるところが、もう出てくるんじゃないですかね。 まあ、あのブラジルの話を戻すとこの間ですね、はいあの、こういう経験しました、えー、東京に出張があった時に、えー、ホテルで一回で朝食をとっていると隣に座った方が、えー、タイの方でしてね、うんでまあ、日本で大学も出て、えー、日本語がとてもあのこう得意な方でした、そして、まあ、お話しするようになったんですね。はいそして であのタイの警察はですね、あのヤクザと言ったんですよ。ああ、もう日本語が国際語になってですね。ということは、あのうん、もう警察はです、ね、やりたい放題ですね。うん、ですから、警察は信用できないというわけです。ヤクザみたいなもんだ そうしますと、まあ、ブラジルでも同じようなもんかねって思ってねそうですねブラジルもねあの聞いたらあの警察の給料が払えてないっていうふうに言うんですね<ー>公務員の給料まで遅れてしまってる、うんうん、となるとやっぱり警察もアルバイトをしないと生きていけない状態になるんですね、うん、もちろん公務員ですからアルバイトは禁止はされてるけど <laughs> 実質黙認されてるっていうような状態 だから警備員としてのアルバイトをせざるを得ない、ある<ー>いはまたこう依頼を受けると悪なのか善なのかも分からなくなるわけですよね。その辺が国が混乱していく様が読み取れるかなと思いますね。ですからこのタイの方が、ね、言いましたね、日本は素晴らしい国ですよと、うん、堂々と汚職というのはやりませんしね、いわゆる堂々とは取らない。 あの国では警官が堂々と取るんだってお<ー>ヤクザみたいに、うんまあ、その辺はもうあの先生がこれも冒頭お話ししました、うん、あの帝京の時代にザビエルやそういった方々が選挙に来られるうーんと以前からあのキリスト教のね 文化って言いますかね。そういう美言葉が聖書が、ね、入ってて、日本のことわざとか、はいはい、日本の戒めって言いますかね。はい、そういったものの文化の中に根付いた結果があって、うん、まあ正直に生きるっていう文化が、うん、まあ国民の間には根付いているという,う思いますね。ねと思いますね。うん、はい、ちょっと緊急ニュースをいたします。えー、国体道路 事故情報ですね国体道路、北端から沖縄市向けの国体道路の方で追突、まあ、事故が発生したそうです。au ショップ国体道路付近ですね。ですから、国体道路は上下線等も走行帯が塞がっている。 うどうぞ皆さんで、えー、大渋滞が予想されますので、えー、国体道路に行く方は、えー、迂回するか気をつけながらですね、えー、向かってくださいということですね。もう避けたわかるかなもう避けた方がいい,いううということですよね。いいねはい、うん、国体道路、北ンから沖縄市向け、えー、ですよ。 交通事故が発生したそうです、えー、そのために上下線とも非常に、ね、混んでいます交通規,、はい、規制がなされていますのでどうぞ気をつけていかれてください気をつけてというよりも、ね、迂回した方がいいでしょうね、うん、あちら通らない方がいいですよということですはい、うん、FM 議ワンからの情報でした いいね FM 議論てこういう放送も流すんだ。<あ>初めてだね。やっぱりね,いいねあ。リスナーさんありがとうございます。リスナーさんからの情報です。はい。えー、では、一曲聞きたいですね。えっ、ー、と、何をかけるんだっけれ、ね。一応、一応はキリスト教の番組ですので、えー、ゴスペルか聖火かをおかけしますけれども、ゴスペル。 1きましょう一粒の麦。 ゲーム中は上げてもすあ,あ,あとこれはもう自然で終わるのもう今切ってる状態なのでまあ、流れてないんですよ、ああ音は。一番<あ>、はい、下で下げると音は鳴ってないので。いや、自然で消えるんだ。あこれは自分でこれ提唱さないといけない。ああ

はナハ、えー、で牧師をしております山内と私の相方であります議員の荒垣さんであります、えー。私もクリスチャンでね荒、えー、垣さんもクリスチャンです。もちろん牧師だけどクリスチャンであるのは当然だけどね。はい。えー、聖書と政治の話をしてます。キリスト教と政治の話をしてます。は、まあ、あの荒垣さんはきちいね、えー、まあ、反対派と言ってもいいでしょうね。はい、はい、もうあのクリスチャンだけど当然だと。 でもいいですかね。クリスチャンはもう反対すべきですよね。<で>平和と相反するものを。あの。掲げる候補には。もう。基本的な投票しないって言うのが。ですよ、ね。はい。はい。あの。いつも日本の政治のこういう選挙の、えー。論点というのかね、論争は。経済成長とか。うんえー、これが中心かな。そう。考えてますね。まあ、経済。 が幸せをみたいいななな流れにっててきるんじゃですかねこれずっとずっとそうなんですけれどもこの経済というのは非常に魔物みたいなものでね4年前もそう今年もそうおそらく次の4年あての論争もまた経済の話だと思うんですよ経済の成長活性化それによって幸せを得ましょうということだと思うんだけど。 これ以上経済経済といったってここまで成長してきて、えー、いいあの何を欲しがるんですか文化が出来上がって、うん、どこまで行けば気が済むのかね、うん、ところが今心の病がものすごく増えてますよね,そうですね貧困も増えてる,増えてるえ経済成長した割にはこういう非常な、えー、人の心が、ね、病んでいくというのをここにね 政治の皆さん、目を向けるべきだと思うんだけど、はい、国民がだめなのかな国民がそれを要求するのかなだから、えー、聖書の中には、あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らないってあいますよね。そして、えー、この民は心が鈍くなり、うんえー、その耳は遠く、目は潰れているからである。あそういうあの聖書の見言葉があると思うんですけども。国民は民だからね。うん 政治家とは言ってないこれ、国民にも大きな問題があると思いますね。国民がやっぱり政治家がそう言うからお金はない方よりはあった方がいいという選択をしますよね。うんうん、しかし、実際それだけで幸せを得られるのかというところですよね。最初に先生が魔物だと言いましたけども。 よくあのテレビでも成功者が失敗する過程ではやっぱりお金になってるんですね。お頂点になって使い道ちを誤ってもうへんてこな使い方しますよね。<laughs> 車を何十台買いましたとかね <laughs> これがステータスだっていうふうに、あのー、勘違いしてるね成功のバロメー,ー、ね、メーターになっちゃってる恐ろしいあのバロメーターですよね豪邸をさ、うん、何億円の豪邸をね買いましたとか作りました。 立てましたっていうようなものが成功のステータスですよね。うん、この間ね、この間ってね三日前でしたかね。新聞に載ってました。えー、な俺俺詐欺じゃなくてとにかくそういう類の詐欺で<ー>なんか五億円騙し取られた。うん、新聞載ってたよ。<へ>史上最高ってそうですか。でしかもその方ちょっと年配でね、八十いくつかの。 だます方もだます方ですけどだまされる方もだまされる方ですね。五億、ね、円もうひっくり返しても私たち出てこないですけどねだま <laughs> されようがないんですけど <laughs> だから、ね、いやそれあの見た時ねいやあるのもあるんだけど、うん、そのだまされる前に子ども食堂に寄付したらよかったかな、うん、と思うんだけど、うん、どうまたそうですね。 あの宝は手に積みなさいっていうことが言われてます、ね、そうなんですよまさに金の使い方っていうのを聖書はしっかりと教えてますね教えてますよ、ねはい、で、えー、こうお金を貯めるっていうのはまあ悪いと言わんけど貯めすぎるっていうのは悪いよね貯めすぎないでさ一、うん、億あればいいから4億はこう社会的なところに還元しようとかね、うん せめて10分そうですね、まずい人たちにね、還元しようとしたら、おそらく、祝福が待ってあだめ <laughs> そうじゃないからと思うんだけどね、うん、あの政治家の皆さん、まあ、政治に携わる皆さんね、どうぞ経済、経済成長というものだけじゃなくてね、もっともっと人の心を、 こうまあ安定し良くするにはどうすればいいかというのを物差しを、ね、しっかりとやっぱり幸福度という物差しを、うん、持ってほしいいと思います日本で、ね、最近まで非常に話題になりましたム,ム,ヒム,ヒムヒカさんですねで元の大統領ああいう政治家出ないのかね日本,では日本ではちょっと厳しいかなという感じしますね。 ね、でも、うん、聖書ではヨセフみたいな、うん、非常に清廉で潔白な方が登場しますよねすごい政治家なんですけれども、うん、ああいう政治家やっぱ望むのはの難しいのかね、うん、でもやはり神に信頼して、うん、神のもう予言を求めていけば、うんえー、ヨセフも夢の中に現れてきて。 7年の基金が来るから蓄えなさいとかねそういったことを対策としてあの政策で打ち出しますよね今で言えば政策ですよねそういったのであのエジプトの基金を救っていく、はいはい、まあそういったところは学ぶ必要があるかなと思いますね。でやっっぱりこう神様と本当にに一つになっている方が登場したら こういう危機があの、まあ、国の将来についてですね、うん、神様が教えるわけですからね、啓示、はい、しますから、うんそう、そして国を正しい方向に導いていくという、はい、そういう政治家が出てほしいね。はい ですからよくあの選挙戦で今日ちょっと何を話ししようかなと考えたら選挙戦と聖書の見言葉とちょっと照らし合わせながらいろんな話を組み立てていくまあこういう番組もあってもいいかなと思いますけどね,ね <laughs> まあ報道番組ではないんであれですがあの例えばあの選挙というのは。 あの選挙戦を戦慄を立てますよね。はい、私たちもよくあの。選対本部に入って、え、何回もやったことあるんですけども。まあ、チラシを作って、チラシを巻いていく。あるいは、最終に近づいていくと。法廷はがきを書いて、はがきを送ったりする。あるいは、また電話作戦をするとか、いろんな手法でですね。やります。まあ、これも、あの、聖書の中では、あの種まきの例えっていうのがありますよね。はいはい、良い種を、道端に落ちるのか、あるいは。 土の薄い岩の地に落ちるのかまたは茨らの中に落ちるのか、はい、余市に落ちるのかということで、はい、この実り具合が違ってくると思いますね。はい、まあこういった効果的なやっぱりあの選挙戦術もこの例えにもちょっと似てるかなと思ったりするんですよね。これが100倍60倍30倍、うん、どこに票がえ反映していくか氷というのはある意味で実りだと思うんですけども。はい 実ったからといって全てじゃなくてやはりその中には、えー、良い麦もあれば毒麦もあるかもしれないし <laughs> まあその辺は聖書が非常にの実に例え話で教えてくれてるなって思いますね。政治に携わる人方々がねあのやっぱ聖書を読んでいくと私は価値観というのが変えられていくんで、はい、あの民衆というんですかね国民県民に対する 心構えというのも全然違ってくると思うんですけどねね、うん、そうです、ねうん、ま,あまたあの選挙戦のもう中に入っていると私たちよく経験するのがあの違法ビラとか誹謗中傷ビラ、いわゆる訳のわからんような攻撃をするような怪<ー>文書的なビラというのがまかれるケースというのがあるんですけども、うん、今回も類にニー・モデルありましたね。 で非常にあの巻かれた側は動揺すするんですよねああだから、あるいはまいたと思われて誤解される側も動揺するわけですよね。<ああ S 1> これは我々がやってないのになんで我々がやってるかがごとく攻撃されてくるのかということで言われもない攻撃をされるということでお互い、 憎しみあってくるあこれはあ悪魔の戦略だなという,うにいつも私は思ってですね。カリ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 、巻かれた側は相手が巻いたと言って攻撃してくるし、巻いてもないのになんで私たちが巻いたとうう攻撃するかということで、もう我々もじゃあこれに対して報復,報復をするよというような話で報復化戦みたいな展開に発展しようとするケースがよくあるんですよ。まあ、選挙戦の中でこれもやっぱり聖書の御言葉にね、あるように。 はむかってはいけないっていうなんですよね、まあ、右の方を打たれたらどうします、左の方を出しなさいっているからね、うんまあ、やっぱ報復合戦は絶対だめですよね、特に、はい、今回の選挙もそうですけど、もうあの選挙が始まる前からポスター、ずらっと至る所に立つでしょう。 平気で法律破ってるよ <laughs> これはもう耳の痛い話ですね,ね、うん、でもあのこれなんとかできないのかねええーね、まあ本来は厳密に言うともう違法になるんですけどですよねまあ法律というのはまあよくできてるのか悪くできてるのかもよく分かりませんがあのザル法という法律もありましてですね法律には厳密にあの処罰される法律と、うん まあ違法ではあるけど、お咎めはあるけど、強くはあの裁かれないという <laughs> まあ微妙なところですね。は当選しないとどうしようもないんで、まあ当選してえ違法した分は社会にえ頑張ってお返しますと。まあでもこれもですね、あの裏を返せば有権者がじゃチラシとかね法廷の あの新聞とか配られますよね、あれを見て政策だけで判断できるのかという世界ですよね、うんうん、それで人間性から裏表、全部見抜くことができるかというと、なかなかそれはできないですよ,ですよね、みんなあの、やっぱりね、うん、あの法廷のチラシには、えー、きれい事しか書いてないんで、うんうん、私はこういう欠点がありますなんて書く人はいないですよね、<laughs> 例えばあの、えー、履歴書にもね、賞罰ってありますよね。 賞は何々をいただいた何々を保証されたって賞は書く人いるかもしれませんけど罰を書く人なんていませんよね普通ね <laughs> ですねああまあ本当は正直には書いた方がいい罰も私はこういう罰を受けましたケーキ何年くらいましたって書いていけば多分誰も採用してくれないだろうと思うんですけどもまあそれと一緒であのでもあの選挙期間中期間じゃないねもう選挙始まった選挙ですよって始まった もう以前からもポスターがね、こう町の中でね貼られるっていうのはあれいい気持ちはしないね。はい。ま最近はあのポスターよりも上りに変わりましたね。はい、上りが多いねはい。あの新聞にも載ってましたけれども、非常にあの通行人にとっても、うん、あの危ないものであるとは言ってましたね。あの辺はエップリステージから皆さんもうちょっとね。 考えるべきじゃないかなと思うんだけどもう政治家の皆さんに考えてと言っても考えないから市民が考えんといとだろうねだからも,もしかしたらもうちょっと早めにあの公共掲示板の掲示っていうのを早くするとかですね多くするとか、うん、あるいは、ね、本当にもっと目立つようなスーパーの,、うん、あの建物の中に、うん、あのやるとかですね、うんうん、で広報のこういった番組でありますとか あの選挙広報をあの公的なあの番組を作ってそこに平等に流すとかですね、うんうん、そういったことをしっかりとやれるような環境があの作れれば少しは落ち着くかなと思それであのやはりこれもまたね有権者にも同じことが言えるんですよね、うん。あの我々の陣営も最初は上りをねできるだけ少なく支持を確実にやってる人たちの,あの住宅の庭先にでも立てておきなさいというふうに言われたけどああ。 もっと支持者が、ね、エスカレートするくとで、あんた方の上りは少ないよ、<laughs> もっと立てなさい、もっと目指すところに立てなさい、あっちはあんなしで、通りの、ね、表通りに立ててるよと。あんた方はなんで、もうこの選挙は捨てたのかとか、うん、もうこういうふうにまくし立ててくるあ<ー>あの支持者が出てくるんですね。しょうがないなということで、また再注文してですね、事務局長は <laughs>、はい、投げなしの金で、また上りをもう何十本っていうふうに買ってですね、まあ、立ててくる。もうそういったあの合戦が。

懸念になるんじゃないかなと思うんだけどね。これちょっとあの来週も話しようかその話。<laughs> 来週からはね6月の定例会議のが始まるので <laughs> ターボンスタジオに来ることはできないかもしれませんね。じゃ私が閉じたらあのなんとか来れるかもしれませんが。はい、あ,あのお客さんがいない間に独壇を持ってっ、うん、<laughs> <laughs> その話をしたいなと思うんですけれどもね。あ<ー>まあどんどん言う人がいないと。 ダメだよね、そうですね、まあ。我々の立場からすると、うん、終わった後にはもうきれいに街をね、ああ清掃しましょうということで、一本残らず、私は回収したつもりなんですけどね、<laughs> もし残っているのがあれば <laughs>、えーあの、その陣営にですね、うん、一歩いただければあの、しっかりとですね、えー、と始末はすると思いますので。荒さんのの、ね、選挙はあの他の 方々取れる。どの少ないよね。そういうポスターもあのー。あ、私は一枚も貼ったことありませんね。<laughs> ね公共掲示板以外貼ったことありませ、ねうんうんね。上りも自分の集落だけにね、あ,<ー>あのお願いをして、うん、まあせめて事務所の場所ぐらいとかね、<laughs> 集まり場所ぐらいは知ってほしいんで、それぐらいの広報の意味ではやりますけど、あ,あ,<ー>あの私の名前を売るとかって言って電柱に掲げたっていうことは一回もないですね。いすねはい。それで三期。 務めているわけですからね素晴らしいですよだから手本見本でもあるんですよまああの街がねこういうポスターでちょ,ちょっとね見にくくなるというのも問題だと思いますまあ当選しました議員の皆さんどうぞ沖縄県の県民のためにですねいい政治をと願いますねまたあの聖書を読んでですねああの聖書が言う政治家というのはこういう 方々なんだいあの議会が終わったら7月頃から当選した議員呼んでちょっと言んでもできたらいいねここに来る人いないかな個別にですね交渉すれば来ていただける方はいらっしゃるかなですよね宜野湾市で当選した議員のそうですねここは FM 宜野湾ですからね読んでみましょうかうん あのポスターの話やであね、うん、あの選挙公約とかはいいから、うん、あの非常に小さいことから <laughs> 話を聞くというどうかね <laughs>、まあ、あの聖書の中にはですね皆さんあの政治家がたくさん登場します、まあ、聖書はですねあの歴史ですからその歴史、まあ、実際に起こったことを、ね、書き留めてるのが聖書でありますからその聖書の中に 本当に多くの、ね、政治家が登場しますこの政治家の皆さんを、ねえー、来週もまた、ね、紹介したいなと思うんですけれども、うん、どれだけ素晴らしい政治家たちが登場し、えー、素晴らしい国を作り上げてきたかというお話をしたいと思います、えー、そろそろ時間も短くなってきましたけれども でもあのもうちょっと沖縄県議会議員選挙にあのふ深く入りたかったんだけどまだまだ、ね、始まったばかりですから、はいえー、できたら当選した方々で、えー、招,け招けたらなと思いながらもあの議会が終わったらまたぜひ出演してください。ははい、はいそれで沖縄のの政治の 政治に携わる議員の皆さんがみんなキリスト教徒になったらいいなと思って <laughs> そう言っていただければ <laughs> ねありがたいですはいそしたらね上りもいらないポスターも本当にまあ少なくなる相手を罵ることもなくなると思いますはいハイサイ教会で見るこれでねお別れの時間ですねお祈りをしてからお別れします はい、いラジオを聞くの皆ささん、聞いてくださってだっ本当に感謝します。どうぞ今日も一日、えー、生きておられる神様イエス・キリストからの恵みがありますように事故事故事件から守られますようにまた今日一日も素晴らしい仕事ができますように。 イエス・キリストの皆によって祝福を宣言してお祈りいたしますアーメンハイサイ教会デイベルでした今日もありがとうございましたさようならまた来週お会いします原垣、はい、さんありがとうございましたありがとうございましたはい感謝します